頭持った方が安定するので、持たずになんかこうやっちゃうと頭ずれるし不快感になっちゃうので、できるだけ頭持ってあげて、でまずこの入浴時の方だと、入浴時がここにあるとするとテンション、この癒着とか、そうですね、癒着を手に指に感じる時っていうのは、あのガムテープとかの糊が時間経つとなんかネチャ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 するじゃないですか。あの感覚が指に伝わってくると思います。そのテンションを感じて、例えばこっちに行きにくいのかこっちに行きにくいかっていうのをテストして、まあ指でで行きにくい方にちゃんとこれ、まあその強さ乳突筋に沈んでるってイメージを持ってくださいね。じゃないと皮膚摩擦で痛くなっちゃうので、でこう行きにくい方にテンションをかけて、それを剥がしていくイメージです。滑らして、あのこのビフォーアフターの評価だと可動域のチェックとかできるんで見せておった方がいいですね。でこれは基本的に付着部へのワークです。これもこっちで応用できるんで、でもここはあの鎖骨とか胸骨で範囲が狭いのであんまりこうグネ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 できないんですけど、ちっちゃいちっちゃい範囲でやります。で筋腹だとまたこっから始めて沈んで、これだと神経とか血管とかをまたいじゃうんで、解剖に不安がある人はもうあんまり危なくない、こっちの方でも十分あの筋腹の方も効果が出ると思うんで、それが不安な人はこうやって指でやってもいいし、こういうやり方も、でもまあ首だといろんな組織を複雑に絡んでるので僕は指でやる方が好きです。で評価、側屈の評価なんですけど、ただこうやってやると鎖骨とか胸郭の制限がある時に、例えばこうなるとバイアスがかかっちゃうじゃないですか。なので鎖骨とか胸郭を押さえてっていうところ、純粋に側屈の評価になるので、まあ、これを押さえるっていうのが結構大事だと思います。もう回線はこれで、この点数で軸に沿ってやればいいだけなので、まあ、これだけ覚えておくと、また評価、いい評価になるんじゃないかと思います。カット。